はい、いつもありがとうございます。パーソナルプロジェクトでキッズさんからご依頼です。はい、スターズのクロームですね、メガジ。こちらね、ニャコです。で、今日、発送して明日着用予定でですね。あと、うちもまあ、夜は販売する分ぐらい。まあ、追加どうですかね。かなり難しいとは思いますけど。はい、じゃあ行きます。で、まあ、いつもの通り、ベースとインサートとリフト分けながらね。青ですね。青が99枚限定。これはキラ。そっか。ね、99。結構やっぱり良さそうですね。まあシリアル、中途半端なシリアル入れるまでもないかという生産数なんでしょうね。99ですね。シリアルは本当これ適当ですね、入り方。これなんだ？横型だ。デュアルオート。おお、はい、デュアル来ました。何シリだ？アキーナとフィンダー、いいっすね。お、25枚限定です。19番。いいね。ちょっとフィンが影になっちゃった。こうだね。いいっすね。おめでとうございます。はい。いいね。フィンもなんか、一時よりは、ちょっと多い。記載の部分が多い。どうだろう。はい。50シリ。シリアル3枚目。お、シリアル4枚目。あ、これは、さっき青だったんだっけ。ねえ。グリーンも来ました。グリーン2の青、99が2。キットフィストね。はい、もうこのミニボックスで満足。 リフですね。まあ、このくらいが数量的にはいいかもしれないですね。レギュラーカードの枚数といい、リフラクター、ね、インサートといい。まあ、ちょうどいいような気がしますね。カタカタいきます。はい。K2 のグリーン。50ですね。はい。カタカタいきますね、これ。デュアルは初ですね。はい。青リフ99。で、ワンボックス目の最後。また青リフ。はい。あ、このシーンか。これシーズン1の最後だっけ？ 99 シリ。青とグリーンのシリアルがいっぱい出ましたね。で、2箱目です。大体箱もこう手前がサインかスケッチみたいな感じですね、ほとんどね。はい、じゃあいきます。
個リーフ。レイですね。それとインサート。オレンジ。あ、スケッチか。スケッチにオレンジがある。あ、細かそう。キャラクターなんだろう。ああ、誰だっけ。名前なんつんだっけ。はい、スケッチ。で、オレンジですね。はい、25枚限定です。サインかっこいいですね。はい、それと25枚限定のオレンジ、ここにあります。インサートとリーフ。青リーフ、はい、マッツ99。また青リーフ、めっちゃシリアル出ますね。よいしょ。はい、あ、でね、で後半です。まあこっちはだいたいメダルグリーンがありますね。リフとグリーン。タナちゃん。はい、50。あ、またグリーン。インサートとグリーン。50。三連ちゃんは、あ、オレンジだ。うん、オレンジ25枚限定ですね。はい、めっちゃシリアル出る。これカタカタケースね、カタカタパックス。はい、スナップさんの99で、あと2パック。あ、またオレンジ。すごいね、出るときなんか連チャンしますねこれね。はい、25。で最後タナちゃんとコンセプトアートインサートですね。はい、ということでオレンジが3枚も出たんだ、すごいですね。でヒットのところはスケッチカードとデュアルボートですね。あとメダル、グリーンメダルと通常のメダルです。デュアルはナオミさんとフィン、ゴールド製、うん、ってやつですね。はい、これ25枚限定です。はい、で、ですね、トヨさんからのあの、はい、PB フレンドプレゼントみたいな、はい、感じですけど、ミニボックス1枚、あ、ミニボックスで1枚、上から順に取っていきますんで、PB が2箱、2マスターボックスで、ミニボックスが4つになりますんで、上から4枚。この4枚ですね。はい、ここまで。オレンジちょっと手前でしたけど、はい、この4枚をトヨさんから。プレゼントということで、はい、他のプロダクトの場合はワンボックスで1枚ですけど、スターウォーズのクロームレガシーの PB の場合は、はい、ミニボックスで1枚ということで、この4枚、はい、差し上げますということです。はい、あの SNS ね、まあトヨさんツイッターやられてるんですけど、あのまあもしやられてない場合は店長からお伝えしますので、はい、ということで、まあ豊さんもまあそこまでね、はい、
差し上げてくださいという感じですんで、ぜひね、お受け取りください。はい、じゃあ、ポーカーやりますね。なんかトレードとかも、まあ、活発にね、していきたいなという感じですね。はい、じゃあ、2箱なんで2回ですね、ポーカーはね。3回押します。まずのハンドですね。で、2箱目分。1、2、3。のハンドですね。はい。じゃあ、こちらで梱包して、他のっていうか、まあ、ボックスね、未開封の分も一緒に今日発送いたします。はい。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。